ホリプロコムのお笑いゲーム実況やった。さあ、やっておりました、はい、磁石でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。逆だ、こっちだ。そんなミスあります。オンミスですね、後ろにやっちゃった。2分の1間違えました、さあ、まあ毎回ですね、はい、いろんなゲームを紹介しているんですが、はい、本日ですね、紹介したいゲームはこちら、はい、クロノスブレイドなんですね、うんうん、どうやら本格 RPG みたいなので、はい、もう人気ゲームですからね、もう我々でもまあ RPG いろいろやってきてますから。 RPG やってた、やってましたよ。やってましたよ。そう、うん。やばいな。今伏せてる。俺も聞いてみたけど。そうそうそう。ね、そのクロノスブレイド、クロノスブレイド早速ね、やってみたいと思います。いいです ね用意してありますよ。僕はねちょっとやったんですけど、うん、はい、面白いですよ。面白い。うん。何？これが要はホームというかってことですか。そうですね、ここからいろんなところに旅立っていくということですね。はい、召喚魔法陣。はい。まあそういうのもまあ先の話っぽいな。いや、これはもう今日やるんです。できんの？はい。すぐに？はい。だって要は言ってしまうよ、今初めてレベル1の状態じゃない、レベル52になってるぞ。レベル 52？ ちょっとコツコツやってたんで。あ、そう。はい。あ、じゃあもうそこそこいろいろできちゃうんだもん。昨日一生懸命やって。あ、じゃあいいね。昨日一生懸命やって52まで上げた。いいね。一日ね、そんなに。ずっとやってたな、じゃあ。クエスト、あ、まだじゃあ、そうか。いろいろ準備してあのクエストに行ってみたりとかってことか。まあまあそうね。待って、単純にさ、うん、バトル気になるんだけど、バトルって。全部バトルよ、でも。全部バトル、うん、クエストもバトルだし、魔力の塔もバトルだし。その違い何なんだろうね。まあそのコースが違うというか、ゴルフみたいに。さあ、まず何をしましょうね。召喚ですよ。あ、召喚魔法陣。召喚で見たい見たい。どんな感じで召喚されるのか。召喚で、え、何、この上にいる呂布、呂布とかが、うん、前田刑事とかが、うん、星5、うん、じゃあ星6のレアなんですよ、うん、これを出そうっていう話よ、今日は。おー、でタッチもやったらしいんだよ。あ、どうだったのあいつら。2つ出したらしい。2つ出したのかよ。じゃあもう3つ以上出さない。でもなんかな。そうか、そう。2つ出した。まあ行ってみましょうか。じゃあまあまあまあやりましょう。早速ちょっとね、そこ押せばいい。え、これもこいつが出たって。出たよ。星4つの死神ヘルが出たってこと。これちなみにコツとかあるんですか。押すタイミングとか。もう全部タイミングですよね。本当に引きだ。あー、もう、なるほど。じゃあ次俺やらしてよ。いや、10回俺にやらしてとりあえず。なんでお前がいるの。お前がやる。いやや、やるよ。もうタップしたら出るからね。出んの、うん、ここどこタップしても出んの。どこタップしても出んの。4。変なの出たよ。変ではない。サソリ出たよ。とりあえずまず5は1体出るから、どっちに出るかってのもあるし。4。ちょっとエロい。なんかね、髪型変だけど。徹子さんみたいな。3。あー、弱い。3はないでしょ。いやー、愚か者の目みたいな。あと何回やります。6回。そうか、ここででも6とか出したいな。これが最強でしょ。なんか流浪に剣心これから育ちますよみたいな。うわー、もう何なの。5が出ないね。ってことはまだ残り4回のうち1回は必ず5以上が出るということね。4回、ん、あと3回。数字は出ないんだ。終わったら終わったよってなんか出んのかな。出る。あと何回は出ないんだね。こい、あー、4。星4。うわー、同じお姉ちゃん。いくぞ。もう出るんじゃない？ 5。もう出るね。3! わ、なんか強そうだけどな。レッサーアーミー。かっこいいな、このキャラ。なんだこいつ。このキャラかっこいいな。いいね。あと2回。柔らかそう。え。ごめん、謎の声を発した。あの、あいつになりきって吐息を出さないで。ちょっと緊張して、緊張して。じゃないんですよ。まあ出るよ。5あたり出るんじゃない？もう。最後か、あと2回。来い！来た、5。5かー。錬金術師メアリー。ちょっとぽっちゃりしてるな。あ、でもっていうことはもう、
いや、でもまあ、引き次第、引き次第よ。うん。と。5! メフィストフェレス、メフィストフェレス、フェレス。10回引いて、はい、こうなりました。出ましたね。うん。でも、星5が2つあるってことは、1回は引きで引いてるってことだよね。あ、そうか。そうだよね。1体しか確定じゃない。うん。おー、これがどうなのかですけど、まあでも星6がある以上、やっぱり。上目指したいね。上目指したいのでね。これはこれでいいとは思うんですけれども。レッサーアーミー可愛かったね。確かにね。ずっとなんかふんこらふんこら言ってたから、なんか。レッサーアーミーいいね。ということなんですよ。さあ、じゃあもう10回、トライしましょうよ。はい、うん。いく？あ、やりたいやりたい。レッサーネイビー。おー兄弟いたのか。いるんだね。これはこれでいいな。行きましょう。おう、ホルソ。キャラ多いな。本当だな。来い。バンディッツ。星3ばっかり。星4。アイリス。ホテルみたいなやつだけど。ドリス。大丈夫？眼帯してるかな。星さんばっかりじゃん。スピアクロー6出そうって言ってんのよ。ねえ、半分しか出ない。急に呂布とか来ないのかな。急に呂布。おマリー・アントワネット。マリー・アントワネットじゃん。すごい星5すごいじゃん。そう、来い来い。4レッサーネイビー2体目。3もうちょっと5が1個出たからな。ちょっと期待できないかもしれないな。ラストここで引きを、引きを見せる。ラスト4むずっちょっと残念な。確かに、さっきよりも弱い感じするね。やっぱ星5が1人。あ、まあでも星6がないなら星5を持てばいいじゃない。マリー・アントワネットの名言をうまく言おうとして失敗しました。とにかくラスト。そうか、30回だから。だからこれ長澤さんが10回取られてる。これは俺すごいプレッシャーだね。ここ引かなきゃいけないでしょ。うん、そっか、タッチが2体出してんだもんね、お主力をね。俺正直その時点でもうげんなりのスタートしてるからね。タッチさん出ませんでしただったわね、まだ。ちょっと行きましょうか。だあ！要は1体出ても、うわあ、激怒な。激怒な。だあ！おお！五か。トロル。かっこいい。でこれが引きなのか、その1体確定のやつなのか。引きであってほしいね、これは。だあ！あ、むずいんだね。ホビットウォーリアー。むずいんだな、やっぱ。デイス！読んだもん。先に星見えちゃうんだよな。可愛いけどね。ね、あれなんて読むんだろう。ジョーガ。ジョーガですね。ジョーガ。うん、ああ、右側を大体まあ読めばいいのか。ね、漢字ってそうですよね。大体右側読んだら正解ですよね。あ、出たー、可愛い。レッサーミー、可愛いね。レッサーミー。いや、でも違う違う、そうじゃないの。可愛い。6出すの。可愛いけど、すごい武器持ってるから、ね。まあまあまあ、危ない、ね。そこのなんか。喧嘩はしたくない。そこのなんか。6! ギャップ。4。イザベル。普通のお嬢ちゃんみたいな、ね、使えるのかな、強いのかな、この人。どうなんだろう、傘で殴るんだね。あー4。あー、いや、むずいんだ。タッチすごいのかな。シャルル、かわいいな。シャルル。あー4。うわー、王国。あと2回、ヨハン。あと2回リョフ、ネフティス。さっきホルスみたいなんで2体抜いたな。ラスト、ラスト見ててください。はい、出しますから。ここお願いしますよ。ここで出しますから。ダーッかぶるし、もう10回、もう10回かぶるし、もう10回出たやつだし。マジかよ、こうなっちゃいましたね。でもまあ、うん、そうか。じゃあ、あのトロルが要はレアだったよね。確定してる。あっもう一回行っていいって。
本当に？おお、不甲斐なすぎて。じゃあこれ本当じゃあ交互にしましょうか。そうだね。まずそのルールをさ、ね、壊したのが良くない、ね。1回目の記憶がないんです。じゃあ僕からいきますか。いこうドン。ああ、あれなんか後ろになんか出てるね。消した方がいいのかなそれは。これは何ですか。消した方がいいね多分。評価お願いって後で多分できるやつ。大丈夫。交互に。ターン。ダークドラゴンもさっき見たな。魔人ギア欲しいな。よいしょ。あ、武道家チェンだ。かわいい。かわいい。かかっておいでと言わんばかりのポーズで。ダイ。ローラン。飛べる穴いっぱい開いてるけど。出したいね。イベント中ですからぜひね。ポン。壁引きが悪いんじゃない とにかくとにかくね。はっ、ああ、言ってた、魔人ギア超かっこいいじゃんね。銃2個持ってね。出ましたね。出たよ、ええ、ほらほらほら見ろ、ほら見ろ、うん、お前がやってたら出てないからな。はって言ってましたよ。すごい優しく撫でた、うん、多分コツはそれだと思う。落としちゃうかと思います。優しく撫でないと。優しくね。そうだ、もうこの6の後6が出る気はしないけどな。いや、あるよ、確率的には全然ある話だからね。はよっか。アイリス多分3体目です。ラスト、ラスト、せチェーン、チェーンラッシュ。いやでもほら見てよ、出ましたね、ほら光ってる、すごい、すごい、魔人ギア、魔人ギア。さあということで、うん、星6出ましたんで、俺がね。俺の魔人ギアだから。いやでも僕の魔人ギアでもありますから。いや俺が引いたの、俺が引いたから。いやでも俺が引いたから。長澤さんの引いたマジンギアを使ってですね、まあまあもう込みでちょっとパーティー遠征をしてね。そうね、ちょっと先に進んでみようじゃないかと思いますけれども、はいはいはい、これはこの今まで揃えたキャラクターで、うん、編成できるわけですね。そうです、うん、さあというわけでですね、はい、編成完了いたしまして、しました、もう人形も整いました、はい、こんな感じでこのパーティーでね、はい、ちょっと早速チェーンバトルにね。どうしましょう、なんか武器ぐらい持たせた方がいいんじゃないの、チェーンに。チェーンに、うん、なんか裸でいくの、うん、なんかそれか木の棒みたいなの。それでいいけど、でもチェーン武闘家だから素手でいけるでしょ。そうそうそう、うん、そうなのよ。でしょ、あの数珠もなんかあるし、あれでガツンってやる。なるほど、確かに素手で戦うタイプではあるもんだよね。OK、はい、です。武道家ですから。じゃあ戦おう、行きましょうか、うん、挑みますよ。誰と戦う。この辺です。なんか調子乗ってそうなやつと戦おう。俺今強えぜみたいに思ってそうなやつを。多分みんな強いと思うけどな。中でも強そうなやつ、どれが強いとかわかんの、これで。名前じゃわかんないよ。名前じゃまあわかんないね。船の大きさ、船の、あ、見れるのか。これでもレベルが、うん、多分みんな高いから。いい、そういうやつのプライドをズタズタにしてやろう。これとかまだ63だからまだいいかな。70代はちょっと厳しいでしょ。うん、おじいさんみたいに言うんじゃないよ、70代。70代。あれこれ、なんか。でもなんか。あれこれなんですか、レベルがないの。そうかも。
多分一応やめといた方がいいんじゃない。だから弱い者いじめはしたくないから、やっぱり強い人たちに挑むよ。挑む、うん、同じぐらいのレベルの人いないのかね。そうなの、今それを探してるんだけど。あ、60… これぐらいいきます。64とかならまだ。この人、花鳥風月、花鳥風月さんと戦う。行ってみようか。行こう。略奪。うん、略奪。さあ、来た。あ、ルーンセットしなかった。あ、これしてないんですか。してないですよね。ルーンなしで挑んでます今。あっちー。いや、秒殺ですよこれ。掛け3にしてるんで秒殺ですよ。ほっ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 。何やってんだお前。完膚なきまでに。こん、え、そういえばルーンセッティングしてなかったです。ちょっとこっちのミスです。すいません。大丈夫です。これ、略奪失敗。いやー、もっと競りたかったよね。そうですね。俺、瞬きしたらチェーン倒れてたよ。ちょっとルーンセットしましょう。ちょっとお願いしますよ。もうちょっと白熱した戦いが見たい。何がいいかな。左、水がいいかな。水をセットして、ちょっとうっかりしてましたね。うん、ルーンを全くセットしてない状態だったんで、これはもう勝てないですよ。これチェーンは、チェーンになんか持たせよ。変えません。え、いや、チェーンは変えない。ちょっとチェーンでちょっとリベンジしたい。これでもフルメンバーで言っても結構厳しい。そんな強いんだ、あの人たち。強いと思う。ちょっとメアリーにして、チェーンはチェーンでいく。持たす。チェーンにすげえの持たせてやる。これ強いですよ。ふくふくの真相。それにしよう。装備はいらない。またまばたきしてる前にやられちゃいます。いや、大丈夫です。いや、あの人強いよ。何あれ、強いね。うん、なんで。だってあの魔人ギルだっけ、うちの大将。あのギアね。ギア、魔人ギアも早めにバタンキューしてたよ。そうなのよ。じゃあポソラ、ポソラと戦う。ポソラならレベル59だし、同じぐらいではあると思う。レベル 59?68 になってる。ああ、こっちか。ポソラ。右側にいるのが護衛してる人たちなんで、この実際戦うのが左の人じゃなくて右側に。ああ、そうなんですね。いやー、68じゃぜ。でも68まだマシだよ。さっき70とかだった。行こう。はい。略奪！略奪！ゴー！行け、チェン！チェン？チェン？いや、チェンはそうだよ。チェンはそうなんだよ。やべ、凍結した。こっちもルーン使っていかないと。ちょっとよ。頑張れ。あー、肩、おー、は？あー、あー、ボッコボコです。ええー、だからマジでどうする。冗談でチェーン入れるとかやめよ。本当にそれだけでも6対5の戦いなんだから。そうか、サッカーでもそうだろ。11対10になったらもう1人退場したらもう厳しいんだから。チェーン外す。チェーン外すよ。じゃあチェーン交代。せめてチェーンを進化させたり防具つけたりしないと。チェーンすごく強くできない。なるよ、なるよ。お前はレベル1でいいって言うからこうなってんだろう。ちょっと強くして。52になった。これでもほんと強いよ。ほんと？うん。これで自動装備だ。ちょっとこれもうラストバトルだから、加藤、はい、めっちゃ強くしよう。陣形は？チェン前。前いけるよ。チェン前。チェン前。チェン前。タイの。チェン前みたいな。タイの村みたいな。オッケー。なんかでもね、さっきもそうなんだけど、うん、結構魔人ギアが弱くない？魔人ギアが？なんか大体ね、チェンの次にやられるのギアなイメージ。俺の中でもっと強化だ、もっと強いはずなのに。なぜ？何がそうさせてんだ。相手が強すぎるのか。それもある。こっちのレベルが、いや魔人ギアもっと強くなるし。にしてもなぜうちの中で一番いいはずの魔人ギア。違う、だからもっと弱いところを叩きに行こうよ。初めてです、よろしくとか言って。ああ、やってみよう。こいつだ、こいつなら勝てそうな気がする。う、ね、うん、初めてですだもん。そうだ。よっしゃ、こいつだ。
こいつ倒しに行こう。最初強いやつと戦わないと戦わないって言ってたのに。あんた行くよ。チェン、チェン、チェンが前に出た。前に出るチェン初めて見た。やばい。すごい。いやー、ちょっとやめてよ。トロルが。行け行け。回復しよう。向こうも魔人ギアいるじゃん。なんでだ。おい。キャンディークラッシュ。やめよ。なぜなんだ。は？初めてです。なんなんだよ。嘘だな。嘘か。こうやって誘い込んで。うわ。ちょっともう一回、もう一回。これチェーン外そう。外そうな。うん。もうダメだ。チェーンでは勝てない。こっちもちょっとフルメンバーで行って、うん、やっぱ一回勝たないと。私の武術は天下一。天下一って言って、フルメンバーで行かないとちょっと勝てない。え？終わり？多分チェーンを外そうとしたからじゃない。ボッコボコにされて終わり？一回も勝てずに？多分ね、もうチェーン変えたところで勝てねえぜ。だって他5人はさ、ふざけたメンバーじゃなかったじゃん。フルメンバーつっても一人強いのとかあるだけでしょ。うん、いや、だって、おそらくだけど、相手方、相手の6人、一人も倒せてないよね。倒せてない。これな、なんで？向こうが、強いのかな、単純に。でも初めてですって言ってた。悔しい。悔しいね。これはちょっと悔しい。思ってた以上に悔しい。ボッコボコにされたからね。いやー、もうこれはちょっとリベンジですよ。あー、だから覚醒してなかったっていう最大の欠点があったんですよ、うん、ボンミスというかね。いやー、もう負けたくない。だから次はちゃんと全員覚醒させて、はい、ちゃんと強くしてチェーンを外して、チェーンを外して、あで挑めば勝てたと思います。いや、覚醒してればチェーンいても勝てたんじゃない。覚醒しないんじゃないかな、チェンは。いや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 、もうそのボタンがない。チェンには覚醒のボタンないんじゃないかな。まあでもとにかくこうやって、まあ、いろんなレアキャラ集めて、うん、まあ、強くして、うん、もっともっと強くなりますから、うん、今のチームでも。いや、これは楽しい、うん、そうなんですよ。僕の携帯何一つゲームをダウンロードしてないですけど、うん、初めてダウンロードしますよこれは。言いましたね。やりましょう。じゃあこれはもう楽しいですね、はい、ちょっとね、皆さんもね、ぜひぜひダウンロード、してみてください。はい、また、リベンジにね、我々は迎えたいと思います。ということで、以上ホリプロコムのお笑いゲーム実況でした。ありがとうございました。チャンネル登録してね。いいねボタンも押してね。風邪ひくなよ。ツイッターもフォローしてね。バイバイ。 GM コイン